で今テスト動画なんですけど、札幌ブレンドと言います。札幌ブレンドの早山口後藤です。札幌ブレンドの中島清です。札幌ブレンドのダニー菅野です。はい、あのよく美容室行ったらなんかあのなんていうのなんか美容室に行ったらなんか部屋型こう見せられるじゃないですか。で部屋型でブリッジしたいんですよねって言って見せられるじゃないですか。あ、ブリッジしたいんですじゃないや、この髪がこの色にしたいってなった時にあの結構ブリッジしないとその綺麗ななんかグレーっぽい色に出なかった。出にくいよね。出にくいよね、うん、その時なんかどうするとお客さん結構あれだよ、いやこれブリッジしないとこの色出ないんですよねって言ったらはぁみたいな感じのリアクション結構あるじゃん。意外とね、ありますよね。結構ブリッジしない派しない、するしてもいいなら全然しますけど、うん、その髪質にもよる。なんかブリーチってリスキーだから。そうだね、多分、うん、とりあえずオスケが消してるよね、お客さんね。ブリーチイコールみたいな。あー、確かにそれはブリーチ してもいいって人はするけど、うん、まあちょっとやっぱ痛むから嫌だっていう人は、うん、やっぱりブリーチしないでの提案を、うん、あやるのは、まあ、ピチコピですね。ぽいですね。カラー剤に 10% ブリーチ混ぜたりとか、あ、ちょっとブリーチを混ぜて、若干ね、ブリーチ単品で使うよりは、そんなにダメージもなく、まあ、ちょっと混ぜるっていうのは最近やってます、ね。それぐらいだったらな。ブリーチ単品でやった場合、やっぱり黄色みとか赤みってグンって出てきたりとか、そのお客さんのメラニン色素が結構出てきやすいと思いますけど、まあ、カラー剤と混ぜることでブラウンコントロールもしながらリフトアップっていう明るい色にできるっていうのがメリットかなっていうふうに思いますよね。ちょっと混ぜる、まあ確かにそうですね、うん、結構困るよね。なんかこれにしたいんですっていうふうにさ、画像とか持ってこられてもさ、いや、これな、ブリッチしないかなって思うけど、なんとかブリッチしないでできればなっては思うんだけど、この髪質がこう、モワモワの人とかってやっちゃうとさ、ね、危ないから、もともと痛みづらい髪とかみたいな、シュッと消してる、うん、そうだったら結構ブリッチしても痛まないかったりするけど、結構ね、髪質にもよる。髪質について判断するとか、それか僕はブリッジしないでのダブルカラーとか2回染め、1回だけだったらやっぱり赤みも消えないし、うん、1回目で色々カラー剤で明るくしちゃって、うん、シャンプーして、でその後またグレーのせて、うん、赤みより消して、うん、外国人っぽいのを出したりとか、